キュ。まずはラウールくんです。ラウールくん何に乗ってんのこれ。古畑任三郎みたい。かっこいい。パリのシェア自転車って言ってた気がします。うん、なんか日本でできないから楽しいんだろうね。あ、確かにね、か自転車でね、顔もニッコニコだね。こちらまで幸せになってきますね。そして何を持ってんのこれは。これはグッチのホースビット1955ミニバッグ、うん、はいはい、なるほど。カゴの上のとこに今映ってますね。うん、影の上のポニョ。お値段は14万800円。うん、おうおう、ちっちゃいけど結構高い ね、 ね。ラウール君は私服で一番着ているブランドはバレンシアガっていう印象が最近すごくあるんだけど、グッチももともと好きなブランドみたいです。よいしょ。2023年にたくさん着ていました、うん、T シャツジャケットなど6着着ていたことがあります、うん、グッチもお好きなんです ね、 ね。おい、ネクストーン。この時つけていたサングラスは、うん、建造のキャッチ。この写真と一緒。一緒一緒。黒いね。でも、あ、確かに中の色は違うのかもね、うん、建造のキャットアイサングラス41,000円、うんうん、スノーマンで建造を身につけているのはラウール君だけなんだよね。2023年にピョンとラウール君が建造のスウェットを着ていたことがあります。ゾウさんの絵が描いてあるっぽい ね、 ね、 これね。スノーチューブで着てたね、うん、ネクストこちら。おお、ロレックス、ロレックス。また買ったの、ふっかさん。買った。やば。6月30日に放送された TBS バタバタ買い物ロケーション in ハワイで、うん、楽しかったね。楽しかったね、うん。ロレックスのデイゲートブルーを私物でつけていました。うん、何本目。確かにもう10本ぐらいかな。私たちが知ってるだけでもね。すげえな、うん、お値段驚愕の894万8500円。よえー、高い。でもかっこいいねこの時計 ね、 ね。今までのふっかさんの時計の中で一番かっこいいんじゃない。あ、本当、ね、放送内で紹介ありましたね。はいはい、それがこちら。深澤くんが時計買いました。買ったんかい。今年の4月に発売されたやつで日本では売ってない、うん、こんなのあるんだって思って思い出で買いました、うん、思い出900万。高い。設楽さんは、うん、カメラが回ってる時に買ってくんないかな、ね、高級会社買えるくらいの値段だよね、うん、と言っていました、うん、スノタンの間でも話題沸騰です、うんうん、デジャブすぎる。ハワイ行ったら必ず時計買う深澤達也と言われています、ね、去年がこちら。2023年9月に放送された有吉の夏休みで、うん、昨日買っちゃいましたと、うん、ロレックスサブマリーナデイトという時計、うん、600万円を披露しました、うん、去年より 1.5 倍高くなってる。本当だ。来年はどうなっちゃうんだ、ね、来年というかもう今年の9月、うん、もし有吉の夏休み出たら、うん、1200万ぐらいになっちゃうってこと。そうだね、次はあれじゃない、ブロンズの色なんじゃない、金銀ときてるさ。どうですよ次は。どうでしょう。スノタンからは、うん、息をするようにハワイでロレックス購入する深澤さんと言われています。本当だね。本当にそうだね。ちなみに、うん、今回深澤くんが買った時計は渡辺くんと色違いです、うん、おいい ね、 ね。渡辺くんが半年ぐらい前かなんかにこの黒つけてましたね、うん、じゃあ次はさっくんがこれの色違いを買えば爆買いスリー完成だ ね、 ね。はい、ネクストーン。同じくバタバタ買い物ロケーションの放送内で、うん、深澤くんがスノーマンオフィシャルグッズスノーポーチを私物としてずっと持っていました。いいですね、うん、ファーストドームツアー2023 I do me のグッズですね、うん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 、値段は1800円。安い安い、うん、スノタンからはクラッチバッグみたいにずっと肌身離さずスノポーチを持ち歩くフッカさん世界一かわいい、うんうん、それがこちら。他の場面でもこんな感じで膝の上に乗せて持っていました、うんうんうん、ずっと持っていましたね、うん、このバッグ持ってた方がよっぽど好感度は上がってく気がしますけど ね。 そうだね。はい、ネクストこちら。おお、メメや足ちょっと長すぎない。長すぎるよね、細いし ね。ジャリ君の3倍ぐらい長いな。いや、それはそうじゃない。あ、4倍かな。7月1日、うん、海の始まり初回放送日の電波ジャックで、うん、ネクロ君がフェンディのブルーウールジャケットを衣装で着ていました、ね、え、海の始まりもそうだけど、メグロ君のこの腰の始まりというか足の始まりがすごすぎて。そっちがすごいね。お値段は36万3000円。松田元太くんと軽くダンスを披露、うんね、スーツで踊るメメマジでやばい、目黒蓮のスタイルえぐいな、うん、という声が上がっていました、はいはい、パンツもベルトもフェンディなんでしょうね、うん、そうだね多分ね。ネクストこちら。スッケスケイラウルくん。スケ感があるよね。あるよ ね、 ね。6月27日に行われたラウルくんの誕生日インライで、うんうん、ドリスバンノッテのドリスバン
の。ブラッククルーネックトップスを私服で着ていました、うん、うん、これ似合うのラウール君ぐらいだね、うん、なんか女物っぽいよ ね、 ね、最近結構クロスジェンダーだから、あ、ね、男の人も女性っぽいのが増えてるよ ね、 ね、お値段は 68,500円、うん、インライ中にこれ昨日買った服可愛くないと言っていました。これ昨日買った服可愛くないねえラウールですけど。ドリス・バン・ノッテンはベルギーのラグジュアリーブランドなんだそうです、うん、ラグジュアリーブランドって何なのか ね、 ねよく聞くけど、高いっていうこと、高級ってこと、高級ブランドってことだと思ってるけど、騙されてた な、 なんかそういうことか、はい、とドリス・バン・ノッテンはルーブル美術館あたりに店舗があるので、うん、そこで買ったのかもしれませんね、うんうん、なんか日本だと全然ね有名だから出歩けないから、うんうん、海外だとね本当楽しそうで、そうだ ね、 ね、こちらがほっこりします ね、 ね、うん、ネクストとこちら、お、さっくんや、これあれやね、あの駄菓子屋で売ってるあのチョコの10円玉の10円で売ってるチョコのチョコだったよね、安い、じゃあ10円だよこれは、うん、6月17日、うん、佐久間くんがイタリア旅行中に投稿した X で、うんうん、エルメスの、エルメスエルメスです、これエルメス駄菓子屋の10円チョコ H って書いてあります、 H、 あ、本当だエルメスの H です、これは、うん、エクスリブリスというピアス、うん、エクスリブリス10円チョコレート色はピンクゴールド、うん、はい、で2つで20円ですね、じゃあ2つで257,400円です、うん、こんなのが駄菓子屋で売ってたら大変なことになるね、大変だねしかもね、うん、これね深澤くんとお揃いなんじゃないかと言われています、2人で50万ぐらいですか確かにね、ちっちゃいのにね、我らが買う10円チョコレートは10円ですけどね、ね、それがふっかさん、こちら色が違う、そうだね、深澤くんはシルバーっぽい感じだね、うんうんうん、なんか色違いでこう揃えんのかな、時計もねさっきの、うんうんうん、流行ってるっぽい ね、 ねで深澤くんのは確定ではないんだけど、うん、似てるよねっていう感じです、うん、似てるね、流行ってんのかな、ね、これ、ね、これはノンストップに出た時の写真なんだけど、うんうんうん、バルセロナから帰ってきた直後のノンストップでつけていたので、ということはバルセロナで買ったんじゃないかと言われています、うん、仲良すぎる仲良すぎだよ、色違い買って、ね、恋人じゃんそれ、ねね、まあ、普通に日本で別々別に買ってるかもしれないけど、よしジャリックも、うん、じゃあ明日耳に10円チョコレートをつけよう、そして暑さで溶けて大変なことになっちゃうよはい、次はこちらですっていうか、さっきのはもうのろけだね、ラブラブ具合見せつけられちゃってるってことだよね深作ね、はい、次はコウジ君ですね、4月3日のスノチューブで、うん、アンブロのショートスリーブゲームシャツを私服で着ていました、うんうんうん、お値段 12,980円、うん、お手頃に感じますね、うん、確かにコウジ君はあれね、結構高いのは着ない着てるけど、まあなんかバーバリーだと高いけど、ね、時計も何百万とかもないし、うん、ないよ ね、 ね、誠実な感じですね、コージ君ね、向井君がこのブランドを着ているのは初めてです、うんうん、そうだね、サッカーのブランドです ね、 ね、よくあのスパイクでみんな着てますね、履いてますね、この、うん、でプラスやっぱ、まあ、スポーツトレンドを入れるのはずっとねここ 3,4 年のトレンドですんで、さすが向井君だね、まあ、もちろんね、トップの流行を作る人たちですから、まあ当たり前、さらっとかっこいいの着てますよ ね、 ね、ふっかさんもねちょっとハイブランドばっかりじゃなくてこうねスポーティーなのちょっと入れるとかちょっとねコージくんに教えてもらったりしたらいいんじゃないかなって思っちゃいますけど ね、 ね楽しいけどね高いの見るのね、いやね、こちらを楽しませてくれるように買ってくれてるのも分かりますけどね、ネクストこちら、お、またコウジ君 G ショックですね、もう G ショックなんか何百本買ってもね、フカさんたちの時計1本分にもならないですからな、はあ、100本買っても、あ、この値段は 16,335円なので、うんうん、これ100本買っても163万、本当だよ、この時計が G ショックならフカさんたち買ってる時計は S ショックだねS ショック、スノタンショック向井くんは G ショックコレクターとして知られています、うん、あ、そうなの、とてもいい趣味ですよね、だって爆買い3はロレックスコレクターでしょ、うんうんうん、まあね、投機目的とはいえまあいいよね、 G ショックコレクターの方がね、うんうん、印象はいいよ ね、うんうん、ね、でこちらですね、コージくんが持ってる G ショックはこちらの一部ですね、カラフル、センスもいい、以前向井くんが雑誌で、うん、こよなく愛してる G ショック、うん、実家にある分も入れたら50本くらい持ってる、うん、壊れないしどんなファッションにも合うし、うんうん、世の中で一番かっこいい腕時計だと思ってます、うん、
さすがセンスの塊。すごい。スノはみんな G ショック縛りでいい気もしますけどね。なんかつまんなくなっちゃうな。好感度あるから。だから毎年メンバーの誕生日にプレゼントするのも G ショック、うん、服の上からつけるときはあえてレディースを選ぶとバランスが可愛いんですよと言っていました。でもこの間のUNOのさ、スノチューでさ、さっくんさ、1500万の時計つけてたよ ね。びっくりしちゃうよ ね。ちょっとね。あれ一説によると2000万ぐらいらしいよ。うん、あのブレゲのね。ちょっとテーブルにカツンとぶつけて、ガラスにちょっと、ひびでも入った日には、大変。何百万飛んでっちゃうよね。本当だね。ね。はい、ネクスト。あ、カルティエですね。あ、このネックレスね、よくつけてますよね。ショッピーだね。なんかやっぱショッピー似合うよね。こういう、うんうん、シンプルな貴金属というか。うんうんうん、ね。7月3日、渡辺くんの自撮り写真でカルティエのサントス・ドゥ・カルティエネックレスを私物でつけていました、うんうん、珍しいね、カルティエはね。ね、お値段なんと60万5000円、うん、結構高いね。するね、カルティエは高いね。カルティエ高いね。スノタンからは、うん、久々にショッピーのカルティエのネックレス見れた、ね、似合いますよね。2023年11月にこちらつけていたことがあります。はい、とこんな感じですね、うん、色違いかな。いや、同じ、あ、本当？あ、色違いかもね。2つ持ってんのかもね、うんうんうん、なんかブロンズっぽい色のように見えるけど、なるほどね。まあ光の加減かな、うんうんうん、久しぶりにカルティエつけてました、うん、スノーマンでカルティエといえばラウールくんが腕時計使っていて、うん、宮舘くんがブレスレット使っていて、うんうん、渡辺くんは指輪も持っているらしいです。うんうんうん、ネクストこちら、うお、ロックかっこいい。あれだ、どこだっけ、セリーヌの行った時のだ。そう、これ宮舘くんです ね。何でも着こなしたよね、伊達さんは ね、うん、6月22日に宮舘くんが投稿したインスタの写真です、はいはい、南フランスでセリーヌのパーティーに参加した時ですね。やっぱこう見ると体絞っていったっていうのが本当にそうっぽいです ね。なんかあの下の革のパンツが、うん、なんて言うんだろう、ちょっと余裕があってシワが寄ってる感じが、本当や、いつも結構パツパツな印象があるもんね、うんうんうん、こちらのバイカージャケット、うん、お値段は97万9000円、100万ですね。ジャケットは高いんですよね、こういうのはね。高そうだよね、うんうん、こちらは今売られているので最近買ったみたいです、うんうん、ちなみにその参加した南フランスのセリーヌのパーティーはプライベートだったそうです、はいはい、そうなんだ。ラウール君が自分の誕生日来の時に、うん、佐久間君と伊達さんはプライベートでと言っていました。はいはいはい、じゃあイットンもプライベートだったんやな。あ、そうだね、うん、うんうんうん、はい、ネクストこちら、お、さっくんや、またエルメスだねすごいね、うんうん、こちらも6月16日、うん、佐久間くんがイタリア旅行中に投稿した X です、うんうん、新たなエルメスを私物で着用、ブレスレットファランドール、うん、お値段13万円、うんうん、まあ、まあまあ普通の値段で、なんか意外と ね、意外とだよね、うん、グランドールじゃないね、ファランドールね、うんうんうん、シルバーかピンクゴールドかはちょっと不明瞭なんですよね、うん、写真でね、うん、佐久間くんのエルメスのブレスレットは判明しているだけでも5個目です、うんうんうん、こちら、これ全部佐久間くんが持ってるやつです。あ、この右下のやつ、あのバックのなんだっけね、なんだっけ、ケリーケリーっぽいやつのなんかあれだよね、うんうん、それをブレスレットにしましたみたいな金具の部分をね。ちなみに左下のはエルメスのヴィンテージブレスレットですね、うんうんうん、あ、ヴィンテージね、はいはい、うんうんうん、スノタンからは、うん、佐久間くん毎度新規エルメスを広めしてくれてありがとうという声が上がっています。しかも似合うんですよね、佐久ね、ね、ネクストこちら、お、ショッピーです ね。これはなんだ、サンダルですね。そう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 、お手頃な値段っぽいですね見えるよね、うんうん、これは6月16日のインスタ投稿で、うん、はいはい、スワロフスキーの展示会に参加するためにミラノの空港に降り立った時の写真です、うん、似合ってたね、スワロフスキー ね。このサンダルに見える靴はルイ・ヴィトンの LV シャークラインスニーカー、117,700円。え、そんな高いのスノタンからも、はあはあ、ただのクロックスかと思ってた、すごい値段、うんうんうん、履きやすいのが好きなのねという声が上がっていました。まあおしゃれは足元からと言いますから ね、 ね、まあね、ショッピーの10万なんて僕らにとっては多分1000円ぐらいの、まあそうだよね、本当に ね収入が違いますからね、うん、そりゃそうだね。このスニーカーは、うん、スリッポンをアップデート、うん、この上なく軽量の EVA ラバーで成形、うん、なるほど、じゃあ我らもいろいろアップデートしない
ないとね。スリッポンアップデートすると12万ぐらいで売れるんだから、うん、そういうこと。アップデート大事だなって思うよね。なるほどね。うん、はい、ネクスト、こちらまたショッピーですね。電動で動くやつかなこれ。いや普通だと思う、うんうん、この時手に持っているスーツケースはリモアのオリジナルキャビン35リットル、うん、22万4400円、うんうん、機内持ち込みができるサイズです、うん、渡辺くんは以前こんな発言していました、うんうん、仕事が終わってからの帰宅準備の速さなら僕が一番、うん、1日の時間は限られているからダラダラしたくない、なるほどと言っていたので、うん、さすが仕事のできる男は違いますね。荷物を飛行機乗る前預けたり出てくるの待つのが嫌で、うん、機内持ち込みサイズ使ってるのかもしれませんね。なるほどね。もう着いたらすぐ、ねね、荷物を待つのは嫌だと、うんうんうん、さすができる男ショッピーですね。ネクストこちら、おお、またショッピーです ね。ニット帽ですね。これはねニット帽はニューエラのベーシックカフニットボーダーブリティッシュグリーンを被っていました、うんうん、お値段安くで3520円、うん、いいですね、いいですね。渡辺くんの帽子といえばニューエラですよね、うんうん、これまで判明しているだけでも7個もニューエラのキャップニット帽判明しています。はい、ネクストこちら、お、阿部ちゃんや。5月30日のウィーアーで、うん、ウエスト仲間純太くんと一緒に撮った写真です。阿部くんが幼児山本のプレーンステッチストリングジャケットを私服で着ていました。幼児山本は珍しいね、阿部ちゃんね。そうでもないんだよね、ちょこちょこ着てるかな。ラウルくんが去年歩いたやつだよね。そうだね、うんうん、今年だっけ、うん、お値段は79,200円、はいはい、うんうん、ちなみにこの服は2年前のスノチューブで着ていました、うん、少なくとも2年以上前に買ったようです。阿部くんは他にも幼児山本で言うと、うん、こちらこのキャップよく被ってますよね、うん、これ幼児山本です。ネクストこちら、また阿部ちゃんですね。この時履いていたスニーカーは、うんうん、ベルルッティのシャドーカーフレザースニーカー、176,000円。お、前も出てきたね。何回もお気に入りで履いてるやつですね、うん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 、2023年10月頃から履いています、うん、ベルルッティはフランスの革メーカーです。パッと見カジュアルですが所々にレザーが使われているスニーカーです、うんうん、ベルルッティのバッグも阿部ちゃんは愛用しています。そうだそうだそうだ、ね、前見た ね。おい、ネクスト、お、岩本くんや。6月25日に投稿された岩本くんがアメリカ旅行に行った時の写真で、うん、ザ・ノースフェイスのショートスリーブタイダイハンドライティング T シャツを私服で着ていました、うん、名前が長いね最近本当だ ね T シャツもね。お値段7,480円、うん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 、プリさんとプライベートでアメリカ旅行に行った時の写真ですね、うん、6月ですね。プリさんはなんか振付師だよね、スノーマンのね、うん、この T シャツは UV ケア機能付きです、うん、日焼け対策ですかな、ね、なんかすごいね、ブログで見たけど足がすごい焼けてたね。焼けてたね、うん、アウトドアブランドの服着てることが多いよ ね、うん、ね。ネクストこちら、お、さっくんや。6月5日のスノーチューブで、うん、佐久間くんがエルメスのカードケースカルビデュオを私物で持っていました、うん、おしゃれ。お値段は89,200円くらい、うんうん、免許証を出すときにズボンのポッケから取り出していましたね。小銭入れがついているタイプと小銭入れがついてないタイプがありますが、佐久間くんは小銭入れがついているタイプ使っていました。はい、ちなみに佐久間くんは2023年12月時点では財布もエルメスを使っていました、うん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 、エルメス大好きだね、うん、ネクストこちら、1月3日の FNS 歌謡祭で目黒くんがユリウスのメカニカルワイドパンツバーミリオンを衣装で着用。前も出てきたねユリウスってね。あ、本当、忘れちゃった、うんうん、114,400円です、うんうんうん、ミュージックビデオでも着てて FNS 歌謡祭でもこれを着て踊っていました、うんうん、スノタンからは、うん、すごいの履いてる、オリジナルかと思ってた、ね、市販でこのデザインあるのすごいなという声が上がっています、うん、ね、これ結構マイケル・ジャクソンのスリラーの MVV の時にマイケルが似たような着てたんで、うんうん、オマージュかなと思ったけど、あんまり言ってる人がいなかったんで違うのかなと思って。そうなんだ、ね、じゃあ昔からあるデザインっていう感じなのかな。うん、デンホリの時は若干ねルパンっぽい感じのグッチのね赤のジャケット着てましたから、はい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 、今回も何かオマージュしてるのかなと思いましたけど、うん、
違うのかなって思って、うん、そういう話もね聞きたいよね衣装さんのね。本当に色もっと聞きたい ね。なんでもっと深掘りしてね、そういうなんかブログとかでもいいからコンテンツとかでやってほしいよね。そう YouTube とかでも ね、なんかもっと知りたい、確かにね、っていうフェーズだよね今ね。本当だよね、うん、なんかメントレコーディングのスタッフさんのブログはあるけど、うん、あそことかに載せてくれればいいのにって気がするけど ね。ネクストこちらかっこいい、お目黒くんや。こちらはブレイクアウトのミュージックビデオの衣装です。BLR ブラのダメージ加工レザージャケットです。かっこいい。19万2500円、なんかフェンディ以外の着てるとなんかおってなっちゃうねそうだよ ね、ミュージックビデオでは1人当たり3種類くらいの衣装を着ているんですけど、そのうちの一つですね、今後出るであろうカウントダウン TV ライブライブなどでこの衣装で出てきそうな気もします。見たい、ね、かっこいいな。ちなみにユニセックス商品なので、女性の方も着用できますよ。ネクストこちら、また目黒くんです ね。これは君は僕のもののミュージックビデオです。 T というブランドの T シャツを衣装で着ていました。 TT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 T
シーンだったり、ラウール君と目黒君が買い出しに行くシーンでこの T シャツ着ていました。うん、何でもメンメンが着るとかっこよく見えるね。さすがですね。ネクストをこちら、おー、G-SHOCKだ。阿部ちゃん、阿部ちゃん狙い、コージ君か、目黒君か、面からやね、黒やしね。海の始まりの衣装です。おー、見たけど気づかなかった。そうだよね、第1話で G-SHOCK の時計を衣装で着用。お値段は 12,100円。おーおー、1話の回想シーンで、うん、水木と海に行った時に夏くんがつけていました。じゃあお揃いだね。水木も G-SHOCK つけてたもんね。本当よく覚えてるね。全然気づかなかった。水木の面からは白か。そうかそうだよね、大学生だからやっぱそんなね、高級な時計つけてたらおかしいかなっていう設定かな。うん、そうだろうね。うん、結構今後も回想シーン出てきそうなので、うんうん、腕チェックしてみてくださいね。ちなみに大人になって実家に葬儀用のネクタイを返しに行くシーンがあったんですけど、うんうん、そこでも G-SHOCK っぽいのつけてたんですよね。大人になっても G-SHOCK 好きっていう設定なのかもしれませんね。うんうんうん、まあまだね、就職して数年だから、うんうん、そんなに時計もね買い替えるっていう感じではないって感じだよね。うんうん、印刷会社だもんね。そうだよね。ね、ネクストこちら、お、また目黒くんですね。ね、こちらも海の始まり1話です。うん、フレドリック・パッカーズのリュックを衣装で着用。うんうん、お値段は 15,180円。こちらもこの後ろ姿見るだけで涙がつーっと流れてきそうなぐらい。わかるわかる。ね、うん、切ないよね。ね、このリュックを背負っていたのは、うん、水木が産婦人科から出てくるのを待っている時ですね。うんうん、だいたいさ、この出てくる時間帯とかでさ、うん、なんか手術してないなとか分かんないもんかなって若干思っちゃったけどね。確かに確かに確かに、まあ男は分かんないよな。分かんないよね。そんな聞きづらいしね。ね、不思議なドラマです ね。これもね、産方ワールド。スノの私服まとめ動画は月に 1、2回アップしています。よ、ぜひチャンネル登録お願いします。動画を更新したら X でもお知らせしています。妹のジャニちゃんでした。姉の不方のジャニくんでした。せーの、ジャニージャニーラブだよ。バイバーイ、おしまい、ポンポン。